後期、改正学校改正学校は、明治時代初期、東京府に設立された、文部省管轄の洋学研究、教育機関で、当時の、いわゆる、専門学校の一つである。明治初期の管理機関としての、改正学校は、明治元年9月から明治2年12月までの初期、改正学校と、 明治5年8月から1877年4月までの後期改正学校に大別される。前者は文久3年に発足した旧幕府直轄の改正書が慶応4年5月の江戸会場により閉鎖されていたものを明治新政府が接収し、同年9月に改正学校として復興した。校舎は大学南校が第一大学区第一番中学として、 改変されたものを1873年4月に改正学校と改称し、その後さらに東京改正学校と改称した。また、改正学校、大学南校及び東京改正学校の関係者の多くが1873年発足の名六者に参加している。1877年、東京医学校と統合されて東京大学が発足し、 同大学の法文理三学部の母体となった。このため現在の東京大学の直接の前進機関の一つとみなされている。1873年11月4日、学生入編により、改正学校語学課程、ドイツ学教場、外国語学省を併合し、東京外国語学校設立。A、普通、清し、どの語語学科を設置。 このため現在の東京外国語大学はこれをもって見学の都市とし、直接の前進機関としている。改正学校の源流は外国の文献を研究、教育するための学校として安政四年江戸幕府により新設された版書調べ書であり、これが文久三年八月に改正書と解消されたものが改正学校の直接の前進である。改正書は 幕府滅亡と明治維新により、1868年に一旦閉鎖されていたが、同年8月1日、これを接収した明治新政府は、同年10月27日、旧将を引き継いで改正学校として再開。オランダ出身の宣教師グイドフルベッキが教師に就く。翌1869年2月27日に正式に開校した。 外国語による教授を生息、訳本による教授を変則とした。この時期の改正学校は、洋楽教育、翻訳、出版許可、新聞開発免許の交付を担当する政府機関でもあった。教育においては、欧米人教師による、A、英、読、フッツさん学科の授業が行われた。1869年8月15日の、 大学校発足により学校と共にその文局となり、さらに1870年1月18日、大学校の大学への解消に伴い、改正学校は大学南校へと改編された。明治3年7月12日、国間学派と洋学派との対立内紛による本校の閉鎖により、大学はほとんど機能停止に陥ったため、大学南校は事実上独立した。 大学南校は、布告教兵、日本の近代化のため、全国から優秀な人物として推薦を受けた、高進生を集め、親とい外国人から英語、フランス語、ドイツ語を学ばせ、その中の、さらに特に成績優秀なものを、イギリス、フランス、ドイツ等の外国へ留学させ、これを洋学教育に生かすための役割を担った。明治4年7月18日の、 大学廃止と文部省設置により、7月21日同省管轄となった大学南校は、南校と解消され、同年9月25日、文部省は一時これを閉鎖して、南高更新生を全員退校させ、更新生制度廃止などの改革を行い、翌10月に学則を改正し新たに生徒を募集し、再開した。これらの結果、南校は外国人教師による、 普通科教育に重点を置く期間となったが、そのレベルはなお外国語習得を中心とする中等教育相当に止まっていた。大学南校は明治5年8月3日の学生反復により、第一大学区第一番中学校へと改編されたが、この頃には外国語による普通科の課程を修了する学生が出てくるようになった。このため、 1873年4月10日には、専門学校に転換され、再び、改正学校と称した。この際、教授言語は原則として英語に統一されることとなり、8月、従来の語学課程に加えて新設された専門学課程では、法学、科学、工学、鉱山学、諸芸学の語科が設置されたが、法学、科学、 工学が英語で教授されたのに対し、鉱山学はドイツ語、諸芸学はフランス語で授業が行われ、残留していた独仏語専修の学生に対する移行措置とし、この2学科については学生の卒業に伴って順次廃止した。同年11月4日には学生2編追加に基づき、語学課程が東京外国語学校として分離独立した。同年12月、 初代校長に畠山義成が就任した。残る専門学課程は翌1874年5月東京改正学校への解消により法学、科学、工学参加よりなる修行年限3年、内し4年の本科に再編され、さらに修行年限3年の余暇が設けられた。またこの年、 工業関係の実務者を簡易促成するための政策学協定が設けられた。1875年、本科生、余科生から11名が選抜され、文部省派遣による第1回の海外留学生となった。1877年2月1日に東京海政学校総理に就任した加藤博之は、海政学校を海政大学校に昇格させるべきとした。 意見書を文部省に提出。これにより4月12日には、東京改正学校本科は、東京医学校との統合し、法、理、文、理論学部よりなる、東京大学に改編された。また余科は、同じく管理図東京英語学校との統合により、東京大学予備門となった。しかし1881年の組織改革までの、 東京大学は、事実上旧東京改正学校と旧東京医学校の連合体に過ぎず、改正学校の後ろ身である法理文三学部は独自の総理をいただくなど独立性が強かった。東京大学発祥の地の石踏み、かつての改正学校の所在地に建立されている旧改正所から引き継いだ神田一橋の高地に所在しており、東京大学発足後もしばらくは、 法理文山岳部の高地として使用されていたが、1885年までに本郷高地へ順次移転した。現在、神田西基町の跡地には、東京大学発祥の地の石踏みが建てられている。ありがとうございます。